デッドセクションとは、電化された鉄道において、異なる、電気方式や、会社間の接続点に設けられる、河川に給電されていない区間、地点のことである。支電区間、無電区間、市区間、もしくは単に、セクションとも言う。JR 東日本常磐線のデッドセクション取りで、藤代間越後ときめき、鉄道日本海悲水ラインのデッドセクション越後。 押しあげひすい海岸火事や指揮官デッドセクションが設置される類型としては以下のものがある直流電化区間と交流電化区間の境に設けられるもの同じ電化方式であっても使用電圧の異なる区間の境に設けられるもの同じ電化方式電圧の交流電化方式の区間において交流電流の位相が異なる区間の境に設けられるもの具体的には 変電所同士の送電区間の境目となる場合が多い。なお、直流電化区間では、デッドセクションではなく、エアセクションが設けられる。交流電化方式の区間において、使用する周波数の異なる区間の境に設けられるもの。電化方式も電圧も同一の場合で、相互乗り入れを行う場合に、会社間の電源分離を行うために設けられるもの。また、上下線や本線。 車庫線で電気的に分離する場合において主に渡り線上に設けられるもの。異なる電化方式、電圧を用いる路線同士が平面交差する地点に設けられるもの。デッドセクションは外資や FRP などで作られたインシュレータをトロリ線に挿入する方式。主にヨーロッパの本線上で見られる2つのエアセクション間に無可圧区間を設ける。 中セクション方式のいずれかで絶縁を行うが、以下の注意が必要である。上述類例3の位相区分セクションは交流電学間の随所に存在するが、前述した中セクション方式では高速化で運転士が河川式間標識を見落としやすい上に、打業運転が速度維持の妨げとなるためデッドセクションの数を増やすことができない。つまり、変電所の数を増やすことが困難であるため、 列車本数や編成長で制約を受ける欠点があるものの TGV や KTX などの高速鉄道はこの方式の下で運転されている。これに対して日本国有鉄道は1964年の東海道新幹線開業に際し2つのエアセクション間に 1km 程度の中間セクションを設置してそれが真空海兵器を介して変電所や 起電区分所に接続されており、列車が中間セクション通過中に真空開閉機により、電源を0.05から0.3秒程度の無電時間を介して、進行後方側から進行前方側の変電所に自動で切り替える起電区分切り替えセクション方式を開発して、打業することなく移送区分セクションを通過できるようにした。電車、電気機関車が、 セクション通過直前でマスコンをノッチオフすることで、主回路を開放し惰性で走行して、直後に運転手がスイッチ、またはレバーにより、手動で電気方式を切り替えてから、デッドセクションを通過する。その際には、交流遮断機により、主回路を一旦切り離してから、硬直切り替え機による切り替えを行い、切り替え先の電力を検知すると交流遮断機により、 再び主回路が閉じられる動作を自動的に行い、再び立行、制動が可能になる電源切り替え方式である。例えば直流から交流に転換する場合は、交流遮断機の主回路回公直切り替え機の回路切り替えセクション通過交流検知順次、自動的に交流遮断機の主回路閉となる。セクション通過時に設計年次が古い電車の場合では、 一時的に室内の照明が消え空調が停止するとともに蓄電池からの電源によりこれは回路を切り替える際に遮断機が作動し一時的に編成全体が停電状態となるためであるまた地上側でも車両側の切り替え忘れ防止の観点から標識設置ブリンカーライトの点滅車両に搭載された ATS や ATC を使用して運転士がスイッチ またはレバーを手動で電気方式を切り替えず、すべての操作を自動で行う自動切り替え装置の導入などの対策を行っている。なお、機動車もしくはディーゼル機関車、蒸気機関車牽引の列車では、架線から電気の供給を一切受けないため前述の動作は必要ないほか、交体架線採用区間のデッドセクションでは、FRP を用いず、交代を平行にすることで対応する。 駅構内で河川に流す電流を切り替える方式。電気機関車牽引の列車が少なく、電車が主流となった日本の鉄道では採用例が少なく、常用のものは以下の例のみであったが、2018年までにすべて廃止された。なお、2006年9月24日、西日本旅客鉄道北陸本線、長浜鶴ヶ間。 湖西線長原大見市大津間の直流電源切り替えに伴いつるか南馬城間に公直デッドセクションが新設されたが下り線のセクションは上り勾配上に設置されたため切り替え中に1万1セクション手前で停止したような場合に備えて以下の非常時のみ取り扱いの地上切り替え方式という携帯での設備を設置した日本の鉄道におけるデッドセクションの設置例は次の通りである 一から v ごとに上げる。デッドセクションを挟んだ区間では、同じ路線でも使用可能な車両が異なり、ほとんどの場合は、運転系統や本数など輸送そのものが分断されている。中には、黒磯駅のように別路線のようになっているものもある。特に硬直流電車は、高価なことに加えて、単行運転ができないので、セクションを超える区間のローカル輸送は全線電化にも、 かかわらず、近辺の非電化路線と共通運用の機動車を運行している路線もある。また、線石東北ラインのように線路は接続し、直通列車も運行してはいるが、一定の距離を非電化にして、河川自体は接続していないケースも存在する。直流 1500V、交流 20KV デッドセクション、切り替え看板上越本線村上大感。 島中選手区間標識公直切り替えの電光表示車内蛍光灯が消える水戸線の列車方向マクトとヘッドライト片方が消える七尾線の電車の網がかりの箇所は電化方式が直流区間にある駅の網がかりの箇所は電化方式が交流区間にある駅直流線5 0 0 v 交流 20KV の網がかりの箇所は電化方式が直流区間にある駅 の網掛かりの箇所は、電化方式が交流区間にある駅の網掛かりの箇所は、駅構内にデッドセクションを設置している駅。直流 1500V、交流 25KV 主にもともとが別のシステムだった、路線を接続するために使用される。直流 1500V750V 交流 25KV20KV 参考日本においては、異周波数交流を、 デッドセクションで接続した例は存在しない。下記はあくまでも参考として挙げたものである。上述の新幹線移送区分セクションと同様、切り替えセクションにより異周波数交流を接続しているため、接続点であるこれら3カ所の起電区分書には無電区間は存在しない。一般的なデッドセクションとは構造の異なるものであるが、 違法式電源の接続方法の類例として挙げる。の網がかりの箇所は、河川周波数が 50Hz の区間にある駅。の網がかりの箇所は、河川周波数が 60Hz の区間にある駅。栗橋駅構内デッドセクション、交流電化区間における、位相区分セクションは、設置例が多数となるので、ここでは、石間も含め割愛する。名鉄電神宣伝神。 一の壺まデッドセクション韓国において、デッドセクションは絶縁区間と呼ばれる。いずれも直流 1500V 交流 25KV60Hz である。この他にも交流電化区間における位相区分セクションが多数存在する。かつては特殊なケースとして、首都圏電鉄経技、中央線の立山に村間にて、途中の観光大橋直下を通過する区間の、 車両限界が小さい関係で、デッドセクションが設けられていたが、2017年6月に、セクションの移転により解消された。ダコ駅北、新千駅付近交流電化のうち香港島の路面電車と香港系鉄と全地鉄の各線は、直流電化となっているため、デッドセクションはない。ありがとうございます。